いやや夏とっったらやっぱり白 T が最高だよな清潔感があってシンプルだから着るだけでなんとなく様になってしまうし白 T さえあればもう十分だと思うんだよなだけども白 T もいろんなバリエーションがあるから選ぶのが大変なんだよな値段が安いところだとユニクロもあるし無印良品もあるしもうちょっと価格で上げるとセレクトショップのオリジナルもあるしもっとこだわればドメスティックブランドなんかもあるからどれを選べばいいのかわからないんだよな誰かこのの白 T の中でどれがいいのか 比較しななながら教えててくれるる人ははいないののかなと思っている皆さんこんこにちはスタリストのしゅんです今回の動画なんですが、大人の白 T ナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。毎年恒例でやってる企画ではあるんですが、白 T って選択肢が多いので、きっと皆さんもですね、悩まれてるかなと思います。安いものだとユニクロですね、この辺りでも十分すぎるぐらいの白 T が出ていますし、あとは T シャツの専門ブランドのヘインズなんかもあります。さらにはセレクトショップだとか、専門ブランドだとか、 選択肢が多数あるので、まあ、今回の動画の中ではそれぞれですね優秀な白 T を集めてみました全部自腹で買ってですね集めてみましたので実際に着ながらその違いをですねしっかりと解説をしていきたいなと思っています、まあ、正直ですね値段も違うしシルエットも違うし素材感も変わってくるのでその中からナンバーワンを決めるのは難しくはあるんですが、まあ、ジャンルごとにですねコスパ部門だとかあとは全体のバランス部門だとか、まあ、そういった区分でですね皆さんに最強の白 T をですね、お伝えできればなと思っていますのでよかったら今後のお買い物際のですね参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、様々な白 T を実際に着ながら比較をしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、僕の基本のスペックからお伝えしたいなと思います。身長 164cm、53kg と小柄な体型なんですね。通常だと M サイズを着ることが多いので、今回の白 T に関しては全て M サイズを選出しています。決してスタイルがいい方ではないんですが、あくまで参考として見ていただきたいなと思っています。ということで、まず1着目なんですが、僕が着てるのはアメリカの老舗のですね、T シャツブランド、 ヘインズのです、ね、ビーフィーティーですねこちらを着てみましたがいかがでしょうか M サイズを着ていますがサイズ感からお伝えしますとベーシックだなぁというイメージがありますねどこを見ていただくと分かりやすいかというとまずは袖丈なんですねこれが最近のですね T シャツは関節よりも長めのものが多かったりするんですがヘインズのビーフィーに関しては関節よりも短めで割とですね磯幅も広めではないのでベーシックなサイズ感になってますね身幅に関してもそんなにゆとりを出していませんし着丈も長 長すぎないので本当にこうベーシックにプレーンに着たいのであればビーフィーのこのサイズ感っていうのは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています、まあ、僕の中では白 T っていうのは2つの用途で分けることが多くてですね1枚で着るような主役としての白 T とあとは重ね着メインで着るですね白 T というものがありましてそれぞれ分けてるんですね例えば1枚で着て様になるような白 T というところを考えるとサイズ感はちょっと緩い方がいいんですねこれジャャストサイズだったりすると下着用の T シャツかな っていうところが漂ってしまうので一枚着としては少し緩めのサイズ感だとか生地の感じでいっても薄いものではなくて少し自圧の方が僕はですね様になりやすいかなと思ってるんですねでこちらのビーフィーを見てみるとですねサイズ感でいうと完全にですね一枚で着るというよりは重ね着に適したような感じがしてるんですね重ね着する際にはあんまり袖丈が長すぎないこととか身幅もですねゆとりがありすぎちゃうとかさばってしまうのでこれぐらいのサイズ感の方が圧倒的に使いやすいんですねこれ重ね着としてはすごく 使いいいいい勝手がいいんじゃななのかなと思いますもちろん1枚で着る場合はもうワンサイズ上げて L サイズぐらいにしてあげると僕の場合はちょうどですねトレンド感も出てくるのかなと思っています首のフィット感でいうとですね割としっかりめですねここが緩いとですねリラックス感が出るんですがややだらしなく見えるかなと思うんですが割とですね幅のあるネック部分でフィット感も高いのでまあ、綺麗な見え方になってるかなと思います素材に関してはコットン100%ということで、まあ、下線が混ざっていないのでよりナチュラルな見た目になってますし ホワイトの中でも黄身がかってなくてすごくいい色味になってるかなと思っていますでビーフィーはやっぱり使い込んでいくほどですね柔らかくなって着心地がアップするのでそういったところも含めて育てていくような感覚もあるのですごく使い勝手がいい T シャツかなと思います価格帯が安くて安定的に手に入ってなおかつベーシックであるというところではかなりですねこのジャンルの中では最強感があるかなと思うので、まあ、皆さんもぜひチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて2点目はですね、皆さんもご存知の通り、ユニクロイのエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。価格は1990円で、非常にですね、満足度の高い T シャツになってくるかなと思います。僕が語るまでもなく、様々なですね、インフルエンサーの方が話しているので、皆さんもその魅力はですね、理解しているかなと思うんですが、あくまで比較でお話をしていきたいなと思います。まずはサイズ感に関してもですね、もう名前の通り、ちょっとオーバーめのサイズ感になっています。先ほどのヘインズが割とこうジャストサイズなので、その違いはもう 明確かなと思うんですねまず分かりやすいのは袖丈ですねこれが腕の関節よりも長めなのでビーフィンに比べるとかなりの違いがありますそれに伴って肩のラインが落ちてるのも伝わるかなと思いますかなりゆったりめのです、ね、袖になっていまして身幅もゆとりがありますし着丈はそこまで長くないというバランスが完璧なサイズバランスになっているかなと思います素材に関してはこちらはコットン100%ではなくてコットンとポリエステルのこん棒ですねコットンの方がやや多いぐらいの分量ではあるんですがコットン100%の違い としては表面のですね滑らかさですね柔らかな光沢感があるのがこのポリエステルの一つの特徴になってくるかなと思いますでコットンに比べるとちょっとシワになりづらかったりするのでそのあたりのケアはしやすいかなと思うんですねただこのコットン100%なのかコットンポリエステルのコン素材なのかこのあたりは好みが大きく分かれるところかなと思います個人的にはどちらも好きなんですけどもコットン100%のものは割とですねインナー使いに使うことが多くて重ね着をした時にですね光沢感がない方が 僕は悪目立ちしななくてていいなと思ってるんですね一方で1枚で着るときにはこういったユニクロ U の T シャツのようにピッコタクがあった方がちょっと主役感が出てくるのでこういった形で緩さを持たせながら1枚で着る場合にはすごく適してるのがこういった昆布素材かなと思っていますあとは首元のフィット感ですね先ほどのビーフィーに比べるとちょっと横長な感じがしますねかといってすごくこうだらしなく見えるような感じではなくてフィット感はちゃんとあるのでこの辺りもバランスがいいかなと思います資格ががないんですよね価格が安くて シルエットも完璧で素材感もバランスがいいというところでどこも NG ポイントがないんですが唯一のののデメリットだとと思ってるのが人とのかぶりですねユニクロの中でも最も売れてる T シャツと呼ばれてるぐらいなので結構街でも着てる方多いんですよねこのかぶりが僕はちょっと気になってくるかなと思うんですね完璧な T シャツだからこそいろんな方が取り上げてその結果着てる人の割合が増えるというところで、まあ、ちょっと難しいところではあるんですが人との違いを出したいだとか気分を上げたい というところが一つのデメリットかなと思っています個人的にはこちらのエアリズム T に関しては使い勝手抜群なので部屋着だとかワンマイルウェアで使うようにしてるんですね完璧なバランスですし気軽に買い替えができたりするので割と日常の中で楽に使う時にこういった T シャツがですね2枚ぐらいあるとすごく便利なのかなと思います本当にいろんな白 T 着てきましたがほぼ完璧に近い白 T かなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねベースの1枚としてこちらもチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目は、無印良品の量感 UV カット半袖ワイド T シャツですね。価格は2990円ということで、ユニクロよりはちょっと価格帯は上がるんですが、それでもすごく買いやすい価格帯なので、これもですね、欠かすことができないような T シャツに入ってきてるかなと思っています。これに関しては結構ユニクロ U のですね、T シャツとかなり近さがあるなと思います。キャラ的には完全にバッティングしてるかなと思うんですが、少しこうワイド感のあるシルエットなんですね。袖丈に関しては、ユニクロ U より よりはほんの少し短い間隔ですかね長すぎないぐらいだけどもヘインズに比べるとちゃんとワイド感があるようなバランスになっていますまあ身幅に関してもゆとりがありますし着丈も長すぎないバランスなのでこのサイズ感は大人世代にも似合いやすいような雰囲気かなと思いますまあやっぱり白 T を1枚で主役的に着るのであればタイトなものよりはこれぐらいちょっと緩さがある方が様にはなりやすいかなと思うんですねタイトな白 T だとちょっとこう古い感じがしてしまうのと体のラインを拾ってしまうというところがあるので 少しゆとりがある設計の方が単体で見た時には使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますただやっぱりこれぐらいの緩さがあると重ね着向きではないなと思うんですね先ほどのユニクロ U の T シャツも無印の T シャツも1枚で主役になるような T シャツかなと思いますそれはサイズ感で見てもそうですし素材の光沢感で見てもそうですねインナーにしてはちょっとこう目立ってしまうかなというような光沢感なのでこの辺りはあくまで主役の T シャツの要素になってくるかなと思いますユニクロ U よりもちょっと光沢感強め めな感じがするのでその辺りで言うとややドレッシーな感じもしてくるかなと思いますそしてユニクロの T シャツとの最大の違いはこちらですねポケットが付いているかどうかですねこれで全然見え方が変わってくるんですねポケットがあることでよりカジュアル感が強めになってくるのでワンポイントになってアクセントガーリにもなるしカジュアル度が高くなるというところでポケットがある方が好きな方とない方が好きな方は分かれるかなと思うんですね僕はですねこれユニクロ U の T シャツがずっとポケットなしだったので最初出た時に はですね、ポケットあるのいいじゃんと思ったんですね。去年はそんな心境だったんですが、今年改めて着てみると、なくてもいいかなっていうところも正直あってですね、これ気分の問題かなと思いますね。シンプルな白ティに飽きてきたなと思ったら、ポケティを着るのもいいと思いますし、ポケティがちょっと子供っぽく見えてきたら、まあ本当にポケットなしにするのもいいかなと思うので、そこら辺はお好みで、ユニクロか無印かでですね、使い分けていただければなと思います。まあ、無印の方が、やっぱりですね、着てる人の比率としては少ないですね。ユニクロのが圧倒的な人 が高いのでそういった意味ではかぶりが出ないというところでも使い勝手はいいんじゃないのかなと思っていますで接触冷感機能が付いていて着た時にちょっとひんやりするかなというところだとかあとは UV カットの機能があったりするのでそういった機能面でいうと意外と使い勝手の良さというところもちゃんと押さえてあるのでありがたいポイントになってくるかなと思います、まあ、ユニコークオとの使い分けですよねポケットがあった方が好きか嫌いかというところとかあとは結構この光沢感ですね無のの方がより強くく出てくるのでその このあたりの雰囲気が上品で好きだという方はこちらを選んでみるのもいいかなと思うので是非皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目の T シャツなんですが、ビューティーユースのですね、カネマサメリアスのスウェット T シャツですね。価格は8110円ということで、これ前の T シャツと比べるとですね、ドーンと高くなるので、ちょっと一つのデメリットになってくるかなと思うんですが、バランスで言うとめちゃくちゃいいのがこちらの T シャツかなと思います。僕が今着てるのは去年購入したものなんですが、今年も同じものが発売してるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもそちらを見ていただきたいなと思います。まずはですね、サイズ感 から見ていきたいなと思うんですが割と袖丈に関しては長めですねこれは無印良品とかユニクロと同じぐらいの長さになってるので、まあ、トレンド感をほんのり感じるような長さになっているかなと思います身幅もゆとりがありますし着丈はですね長すぎないバランスでこのあたりはユニクロや無印とそこまで大きく変わってこないポイントかなと思います、まあ、最大の違いとしましてはスウェットライクな見た目になっているということですねこの裾の部分にですねリブがついて いますすので割とですねこのキュッとすぼまるような形で丸みのあるシルエットというところが作りやすいんですね白 T というですね超シンプルなもの,の中でどう違いを出していくのかというところでこのディティール一つで見え方が全然変わってくるんですね僕はこのですねアイディアは素晴らしいなと思っていましてちゃんと1枚でも様になる T シャツとしては完成度めちゃくちゃ高いなと思います今までご紹介してきたシンプルな白 T の中でもデザインの一工夫としては一番この T シャツがバランスがいいんじゃないのかなと思います と感じていますあと素材に関してはこちらはですねユニクロと無印とはまた違ってコットン100%なんですね一番最初のヘインズをビーフィーと比べていただくと同じコットン100%なんですけれどもカネマサメリアスというですね世界的にも有名な生地ブランドのパブリックを使っているのでユニクロとか無印と同じような微光沢感が楽しめるんですねただコットン100%の微光沢なのでまた見え方としては柔らかくてより自然な見た目になってくるのでこの上品さというところは結構な違い ととして僕は感じられるかなと思いますただ第三者から見た時に圧倒的な違いがあるかというとそうではないと思うんですね見る人が見たらわかるような上品な素材感というところがこの1枚に込められているのでその辺りにはすごく魅力を感じています首元のフィット感なんですがこれままででたもものの中では最もリラックス感があるかなと思います割と横長で少しゆとりのあるような首元なんですがだらしなくなりすぎないようなバランスなのでこのフィット感の中でのこの襟のバランスは僕はいいんじゃないのかなと思っていますで生地の 厚みなんですがこれまでのものに比べると少しだけ薄いかなという感じがするんですね生地自体がすごく上質で柔らかいのでよりですね薄い感じがするんですがこの辺りも含めてなかなかですね着やすいような1枚になってくるかなと思います価格はぐんと上がってしまうんですが先ほどのユニクロとか無印の T シャツに関しては主役級の T シャツという感じではなくてまあベースとして12枚持っておくといいかなという立ち位置で考えてるんですね一方で今日はちょっと綺麗め 見に行きたいいなという白 T であれば、まあ、ちょっと高くはあるんですがこういったビューティーユースのスウェットティャツみたいなものがかなりですね気映えするかなと思うので差別化できるんじゃないのかなと思いますこれは僕は結構な名作だと思っているのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています はい、続いての T シャツは、ユナイテッドアローズのポンチ T シャツですね。価格は9460円ということで、まあちょっと今までの中でもさらに高くなってくるんですが、この完成度の高さというのは、毎回ですね、非常に満足度が高いかなと思ってるんですね。僕もこちらのシリーズは、これまで3枚購入してきたんですが、非常にですね、完成度が高いんですね。まずはサイズ感で言うとですね、これまでの T シャツの中でも結構大きめだなと思います。ユナイテッドアローズ自体は、割とですね、 トレンド性抜群に高いというよりはベーシックなところを軸足にした大人っぽいものの展開が多いのでその中では割とこうゆったりめの感じがしますね袖丈に関してはそんな長すぎる印象はなくて腕の関節よりやや長いんですがユニクロとか無印視と比べてもそんなに違いはないですね身幅はやっぱりちょっとゆとりが感じられますし着丈もちょっと長めなんですねなので全体的にちょっと大きめになってくるかなと思うのでトレンド感ら漂いやすいような1枚かなと思います一方で素材感で ですね、美光沢があって上品に見えるような雰囲気なのでこの辺りの質感のおかげでサイズ感が大きいんだけども大人が来てもだらしなく見えないというようなそんな1枚に仕上がってるかなと思います首元のフィット感もですねゆるすぎずきつすぎずでビーフィーとかに比べると少しゆとりがあるんですが癖のないバランスなんですねこの辺りも評価できるポイントかなと思います素材はコットンとポリエステルのこん棒なんですがコットン6 2ポリが40%っていうことで、まあ、美光沢 楽しめてシワにもなりりりづらかかかったただだととデオドランド機能がついてたりだとかまあその辺りも含めてバランスのいい1枚になってるんですね個人的にはこの T シャツってユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツの上位互換バージョンだと思ってるんですねシルエットだとか雰囲気は結構近しいところがあるんですが素材の質感がよりですね上品で雰囲気が大人っぽいのでユニクロ U の白 T いいんだけどもちょっと差別化したいんだよなという時には上位互換バージョンのこのユナイテ ローズのポンチティーを選んでいただければまず間違いがないのかなと思いますこれもですねやっぱりこう重ね着に使えるような T シャツというよりは光沢感があったりだとかサイズ感ワイドなので1枚で主役として着るには最高かなと思うんですねでポケットがないのでよりシンプルなんですがサイズ感だとか素材の質感でちゃんと違いを出すというところで退屈になりすぎないような項目もしっかりと押さえてあるのでそのあたりがまさにユナイテッドアローズらしいですねコンセプトに沿ったアイテムかなと思います、まあ、人気商品で最近は定番的な位置づけ で出していますが、それだけ完成度が高いですしファッション好きの多くの方からも支持集めてるような T シャツなのでぜひ皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています。 続、はい、いてラストはですね僕が今着ているバトナーのメリアスティですね価格が9900円ということでこれまでご紹介してきた中では最も高いんですがバトナーというですねファクトリーブランドですね主にニットだとかカットソーに強みを持ったですねブランドではあるんですがこちらの1枚ということでこれ完成度が非常に高い1枚かなと思います、まあ、僕自身も今年買って実際に着てみたところかなり使い勝手がいいんですねまずサイズ感から見ていきたいなと思ってるんですが一番最初にご紹介して T シャツあれだけがですね割とこちらのですね、メディアスティーに関しても、袖の長さはやや長めですね。腕の関節よりもちょっと長いぐらいなんだけれども、長すぎないようなバランスですね。そこまで袖幅も太くないので、割とこうベーシックより少しゆとりがあるぐらいの範疇かなと思います。身幅もゆとりはあるんだけども、先ほどのユナイトタローズのものに比べるとちょっとコンパクトですね。着丈は少しだけ長めの印象があるかなと思います。 まあ現代的なサイズ感ではあるんですがおっきすぎずやりすぎ感がなくて大人っぽく見えるのとあとは素材に関してはコットン100%なのでよりこう自然な見た目ですね表面にですねやっぱりこうツルっとした感じというよりは独特のシワだとか凹凸感がやっぱり生まれてくるんですねこのあたりは個人的にはかえって好きなぐらいで本来の T シャツの雰囲気が楽しめるので評価したいポイントかなと思いますでバトナーというブランド自体ファクトリーブランドなので作りが非常に丁寧で美しい仕上がり 国内ででもすすごく希少ななり編み機を使っててて作られていいてい脇にですね縫い目がないんですねこの辺りもすごく嬉しいポイントで着心地の部分でもすごくいいですし着てるうちにもですね味わいが出てくるというところも含めて経年変化も楽しめるような1枚になってくるかなと思いますで首のですねフィット感なんですが少し緩いかなという感じがしますこのリブ自体の太さもですね少し細めで切れ見えしてくるようなバランスかなと思います、まあ、パッと見ではそんなに大きな特徴があるような T シャツではない ないんでですが個人的にはちょっと緩めのサイズ感コットン100%なおかつ着込んでいるうちにですね味わいも出てくるというところでは結構ですね独特な立ち位置かなと思っていますこれ1枚でもちゃんと様になるようなサイズ感でもあるし素材自体のです、ね、光沢感みたいなところが抑えられているのでそういった意味では重ねね着にも使えるんです、ね、1枚でも重ね着でも使えてちゃんとこう味わい深さを感じてブランドが持つストーリーだとか世界観というところも含めて特別感があるので9900円でも決して高すぎる 印象はなないいかなと感じていますただ、デメリットで言うと、そんなにですね、流通量としては多くないので、意外とゲットするのが難しいという点ですかね。ユニクロ無印象とかビーフィーとかであれば、割とウェブでも店舗でも探しやすかったりするんですが、そういった手に入れやすさというところでは、やや劣るんですが、だからこそ着てるときにですね、気分が上がったり、特別感を感じられたりするので、そういった点ではプラスに働く項目かなと思うんですが、まあ、気になる方はですね、ぜひこちらもですね、探してみていただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では白 T ナンバーワン決定戦というテーマでお届けをさせていただきましたこれまでですね様々な白 T をご紹介してきましたがここからはですねもう具体的にどれが一番だったかを皆さんにご紹介していきたいなと思っていますまあどれもですね気に入ってるものばかりをですね集めてるのでその中から選出するのは難しいんですが個人的にトータルでバランスが取れてるなと思ったのはですねそうだなこちらですかねビューーーティーユースの メリアスティーですね。これを今季は一番にあげたいなと思っています。まあ、選出のポイントはいくつかあるんですが、まずはデザイン性ですね。白ティーというシンプルなものの中で差別化できるようなスウェットライクなこのリブの使い方ですね。このあたりがポイントになってくるのと、あとはこちら素材ですね。微光沢があって、コットン100%の中でも圧倒的な美しさがあるというところですね。で、サイズも緩さがあるんですけども、これもですね、重ね着にも使えたりするので、そういったところでもすごく使い勝手がいいかなと思います。 と思っていま,すまあ価格は安くはないので気軽には買いづらいですが主役になるような1枚で様になる T シャツとしては個人的にはこれ今季はナンバーワンにあげたいなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますまあ総合で1位はこれなんですが個人的に一番好きな T シャツはこちらですねバトナーのメリアス T シャツですね。こちらに関しては本当にシンプルな T シャツではあるんですが語れるポイントがたくさんあるところですねバトトナーというブランド自体も僕は好きで、ニットも3 買ってきましたしたカットソーもでですすね非常にバランスがいいんですよねシンプルな白 T だから素材だとか作りの良さにこだわって自分の満足度を高めたいというところではこのですねバトナーのメリアス T ーツはかなり精神面で言っても満足度が高いかなと思いますただちょっと買いづらいっていところですね価格が9900円決して安くはないというところとあとは流通量がそんなに多くはないので今回一番にしなかったんですが服が好きな方であればメリアス T はかなりバランスのいい1枚かなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思って いますそしてですねもうインナー T シャツというところで使うのであればこちらのビーフィーですねこれがやっぱり最強でしたねサイズ感ジャストサイズでコットン100%で気軽に買いやすいというところも含めてやっぱりこれ名作だなと思います改めてこれガンガンに選択しながらインナー T シャツとして活用したいなと思ってるんですね主役としてはちょっと物足りなさはあるような T シャツではあるんですがインナーとしては完璧だと思うのでインナー部門の優勝はこちらにしたいなと思いますあととはユニクロだとか無重 品に関してはこの辺りは本当にですね、ワンマイルウェア対策として1枚あるといいんじゃないのかなという立ち位置ですね。白 T は1枚だけ保有するよりも何枚かを着回した方がいいので、そういった時にユニクロだとか無印があれば、ベースの1枚としては間違いがないかなと思います。なのでコスパ部門で言うと、ユニクロと無印商品は、まあ、同率で1位になってくるかなと思いますので、この辺りはポケットのあるなしでですね、検討していただくのがいいかなと思います。ユナイテッタローズの1枚に関してはですね、これはですね、結構毎 迷いましたビューティーユースを1位にするかユナイテッドアローズを1位にするか迷ったんですがこれはユニクロユのヤリズムコットンの上位互換バージョンとして様々な人に使いやすいような大人向けの T シャツとしてはすごく使いやすいのでこちらもチェックしていただければなと思っています、まあ、今回自腹で様々な白 T を買いましたが旗から見たらそんなに違いはないんですけども実際に着比べてみると明らかな違いっていうのが僕も感じ取ることができましたぜひ、まあ、ですね皆さんにとってどの白 T がハマったのかをコメント欄で教えていただき 他にもこの白 T いいいですよというのがあればばですすねぜひ教えてていいただけれれなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、 気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの旬でした。また次回の動画もお楽しみに。